わしはゾンゾン。東北に住む年老いたパペットじゃ。最近は庭仕事をすると3日後に筋肉痛に襲われてのう。そんな時の楽しみと言ったら、ぬめぬめした深海魚の動画を見ることぐらいじゃ。おや？孫のスンスンじゃ。やあおじいちゃん。こんにちは、スンスン。元気だったかい？うん。おや？その腕につけてる黄色いのはなんじゃね？これ？これはね、今日学校の帰りにいつもと違う道に行ってみたの。ほうほう。そしたらね、草むらに博士みたいなおじさんが倒れててね、僕心配になって大丈夫ですかって聞いてみたの。ほう。そしたら博士みたいな人がね、わしは博士じゃって言ったの。わしはその人に会ったことはないが、多分それ似とるんじゃろうな。うん、僕知ってるよって答えたの。そしたら博士が、何か食べ物をくれって言ってね。ほう、お腹が減ってたのかい。うん、もう3日も何も食べてなかったんだって。なんでじゃろうな。なんか会社の人たちにすごい発明を奪われそうになって逃げてたんだって。権利関係で揉めてたのかの。それで僕たまたま持ってた飴玉をあげたの。それはいいことしたの。博士喜んどったかの。うん、ありがとうって泣いてた。ずいぶん涙もろい博士じゃの。それでね、会社の人たちに奪われるくらいなら僕みたいなプアな男の子にあげるってこれくれたの。プア？ああ、ピュアな男の子じゃな。うん、それでこれもらったの。じゃあそれはすごい発明なんじゃな。うん、絶対に他の人に渡しちゃいけないんだって。なんじゃろうな、腕時計にしか見えんけどの。あ、なんか文字が書いてあるよ。なんて書いてあるんじゃ。ね、TIMEMACHINE って書いてあるよ。タイムマシン。タイムマシンじゃと？ソンソン、タイムマシンじゃ。そんなにすごいの？すんごい発明じゃよ。何ができるの？ソンソン、落ち着いて聞くんじゃ。うん。おちょ、うん、落ち着くよ。そうじゃ、まずは落ち着くんじゃ。いいかね、タイムマシンというのは時間旅行ができる機械なんじゃ。旅行？遊園地とか行ける？ただの旅行じゃないぞ、時間を飛び越えられるんじゃ。どういうこと？つまりの、昔に行ったり未来に行ったりできるかもしれんってことじゃよ。本当？まだわからんぞ、どんな風に使うのかもわからんからの。そうだね、このボタンとかもまだ何のボタンかわからないもんね。あれ、ソンソン、ソンソンや。あれ、おじいちゃん、おじいちゃん、あ、何も映んなくなっちゃった。ここどこだろう。わっ、びっくりした。お客様、何かお飲み物はいかがでしょうか。飲み物？はい、お飲み物です。何があるの？お水、お茶、コーヒー、コーラ、ジュース、ビール、ワイン、カレー。え、カレー？はい、もちろん甘口、辛口、豚肉、牛肉、鶏肉、炭酸入り、炭酸なし、各種取り揃えております。炭酸入り？さすがお客様、炭酸入りカレーは今最も人気のものでございます。少々お待ちを。ソンソン？ソンソンや。お召し上がりください。これが炭酸入りのカレーなの？さようでございます。あ、美味しい。お口に合ったようで何より。
すごいさっぱりしてる。スポーツの時にも飲めそうだね。ええ、現に多くのスポーツ選手が試合中にカレー飲料を飲んでいます。へえ。ソンソン、どこじゃ？聞こえたら返事しておくれ。ソンソン、ソンソンや。僕ソンソン、君は？私はただの冷蔵庫ロボットです。名前ないの？はい、私に必要なのはお客様のお名前だけですから。スンスン様。様？様なんてやめてよ。どうしてですか？どうしてって、別に僕偉くないもん。いいえ、お客様は神様ですから。は、そんなことないでしょ、僕パペットだよ。スンスン様は変わったお客様ですね。ねえ、ところでここどこなの？どこって、ここは廊下でございますが。廊下ってどこの廊下？どこと申しますと、この瓶のことでしょうか。瓶？瓶ってジャムとか入ってるやつ？残念ですが、その瓶ではございません。こちらはアストロ航空109便火星行きでございます。え？火星？はい。今日はいつなの？日付でございますか？あの、何年なの？2059年でございます。2059年？さようでございます。